2021年2月24日快晴の鈴鹿サーキット、スーパーオートバックスサンシャイン神戸、アピットオートバックス東雲、そしてシムス、それぞれのデモカーが集う、エンジン仕様違い3台の VAB-RRX-STI 鈴鹿対決。つくばスーパーバトルでもしのぎを削るこの3台、ここ鈴鹿でも1年ぶりに顔を合わせた。ブーストアップ、ハイフロータービン、排気量アッププラスタービン乾燥と、エンジンの仕様ごとにどんな特性の違いが出るのだろう。各社のタイムアタックデータをもとに検証する。サンシャイン神戸は 265-35R18 の RE71RS または A052 を履く。一般的に一番よくあるクロスアップ仕様というコンピューターは HKS のフラッシュエディターを使って、現車合わせでのセッティングをしてコントロールする。あとの2台っていうのが、まあ、1台はエンジンタービンやってる、もう1台はエンジンノーマルのタービン交換っていう形で、まあ結局インテーク側がでかくなってエキゾーストは同じサイズなんですね。ボルトオンターボなんで、まあ、下からの突きは圧倒的にやっぱりノーマルの方がいいんで、その辺をうまい具合にトルクバンド、パワーバンドの立ち上がりは多分アドバンテージがあると思うんで、まあコーナーなんかの立ち上がりはうまく乗れば速く走れるかなと思いますし、お客さんもその下からついてくるんで、逆にああいう大きいタービンにすると上を回転保持しないとなかなか美味しいところが見えてこない部分があるんで、そこら辺はまあこちらの方が、まあ、初心者向けというわけじゃないですけど乗りやすくセットアップができるんじゃないかなと思います。アクチュエーターを HKS の強化タイプに変えて、まあ下の立ち上がりをレスポンス上げるようにしてるんで、そういうまあノーマルタービンでもそういう形のやり方をすれば、まあ結構速く走れるかなと思いますね。はい。アピット東雲は 265-35R18 の A052 を装着。この WRX はエンジンは 2.2リッター HKS さんの 2.2 キットを使って、やってます。で腰下は、ブロックをクローズデッキにして、WLP の加工とかそのあたりで強度を上げてます。でヘッドに関してはノーマル、カムが東名さんのポンカムが、あとはタービンが HKS の GT3、インタークーラーが DRL、 あとは吸気も HKS ですね。レーシングサクションが入ってっていう感じの仕様です。で F に関しては、今クスコの MZ ベースで前後ともなんですけど、ワンウェイで、アピットロックっていう名前でうちのオリジナルで出してるデフを入れてます。でイニシャルが今フロントが26ぐらい、リアが19キロぐらい、かなりハイイニシャルのデフが入ってます。あとは足とかは、エンドレスのファンクション .com ベースで、ハルスプリングと組み合わせてやってます。ストリート仕様の VAB で最速を誇っているシムスはノーマルエンジンにハイフロータービンの組み合わせで最高出力370馬力、最大トルク55キロをマーク。 255-40R18 のディレッツァ 94R を履く。サンシャイン神戸は1回目、2回目をユーズドの RE71RS で走り、2回目に2分21秒141をマークしていた。3回目、新品の A052 を投入し2分20秒台突入を図る。ちなみに1年前、新品の A052 で出したベストは2分21秒766。そこからのフットワークや LSD セッティングの進化を考えると期待が高まるところ。
最高速は221キロで、1回目、2回目より5キロ近く高い。2分21秒192で2回目のベストにわずかに届かなかった。サンシャイン神戸としては悔やまれる結果だが、要因を語っていただこう。ずっと1回目の走行、2回目の走行とBS71RS のタイヤを履いてて、最後ニュータイヤ、なぜか横浜の052だったんで、で 71RS の方はちょっとオーバーステアっぽい動きをしてたんですけど、まあ、ニュー入って052のニュー入ったらいきなりアンダーっぽい動き、アンダーステアっぽい動きになって、まあ今までのこの車の特性になっちゃったんで、ちょっとタイムの伸びがいまいちだったかなと。でまあ引っかかった部分もあるんですけど、引っかからなくても、まあ、ニュー入った割にはちょっとタイムアップ率が低かったと思うんで、その辺またこの052に合わせたセッティングはもっと必要かなとは思ってますけどね。ノーマルエンジン、ノーマルタービンで走ってる特性でいうと、まあ乗りやすいのは乗りやすい、下からパワーが出て、ただ上の伸びはもうちょっと欲しいとは思うんですけど、やっぱり下からあるエンジンはね、サーキットでは乗りやすいと思うんで、その点に関しては不満はないです。ただシムスさんとかとね、一緒に走るとなんじゃ全然パワーないじゃんって思うかもわかんないですけど、とりあえずはそのエンジンパワーより何よりも足のセットをもっと煮詰めて、もっとタイムを上げたいというのが僕の本音ですね。1年前はブーストアップ仕様で吉田敏弘が2分24秒903、そこから排気量アップとタービン乾燥を施しているアピット号はこの日2回の走行で2分22秒台まで詰めてきた。21秒台を射程圏内に、祖父吉和が3回目のアタックに挑む。高速は223から224キロで、他の2台より 2,3 キロ高い。タイムは2分21秒955で、この日の自己ベスト。ドライバーのコメントを聞いてみたい。
初めて今回鈴鹿に今回の仕様になってから持ち込んでるんですけど、まあエンジンがやっぱり 2.2 リッターってこともあってすごいトルクがある感じで、まあヘアピンとかあとまあスプーン2個目とかですね、ボトムスピードちょっと落ちたところからの、エンジンパワーの蹴り出しっていうのはすごいパワフルな車だなっていうふうに印象がありました。で、まあ、今回暫定仕様で、まあ、鈴鹿仕様ということでちょっと足回りとかも変更してきてもらって、まあ、テスト兼ねながらやったんですけど、まあ、いい部分悪い部分いろいろ見えてきて、まあ、タイヤの変更とかもあった部分から、まあ、思ってたよりはタイムも出てきたので、まあ、今後につながるいいデータ取りができたと思います。足回りの方も少し煮詰められるといいかなと思います。で、まあ、実際お客さんに反映しやすいようにっていうのもあって少しこうアンダー仕様な車に今仕上げてあるので、そこをもう少しこう向きが変わりやすいようなオーバーっぽい車に仕上げてあげられると、タイムも自然とついてくるかなっていう感じがします。シムスは2回目の走行で2分19秒574をマーク。昨年のベスト2分21秒170をすでに大幅に上回っている。3回目鎌田拓磨が渾身の走りを見せる。最高速は 221.8 とサンシャイン神戸を 0.5 キロほど上回り、アピットに対してはおよそ2キロのビハインド。2分19秒591で2回目の19秒574にほんのわずか届かなかったが、それでも圧巻だ。進化のポイントを聞く。前回は21秒1だったので今回で19秒5なんで結構上がりましたね。つくばの時に、まあ、ダビも変えたし、車の仕様もゴロッと変えたので、まあ、その仕様でどれぐらい出るかなということで今回来てみたんですけど、やっぱり全然レベルが違うぐらい進化してましたね。やっぱりダブル RX って、つくばみたいなサーキットもここもそうなんですけど、どうやって立ち上がりのアンダーを消すかだと思うので、そこら辺は、まあ、パワーがある分楽に曲がれるパワーを使って旋回させることができるようになったので、ちょっとこう今までの WRX の乗り方というよりは結構こうあまりお尻を流さず
アングルというかこうあんまりスライドもさせないように運転した方が今回は早かったですね。つくばよりもリアの塔のセッティングとかはちょっとおとなしめにはしてきたんですけど、その影響で、ちょっとコーナーの立ち上がりでアンダーっぽかったので、その対策としてリアのスプリングを2キロ上げたのかな、効果はすごいあって、旋回は上がったんですけど、タイムはそれほど上がらなかった。18秒に入るにはちょっと今のところきつそうでしたね。赤はサンシャイン神戸、青はシムスのデジスパイスデータ。立ち上がり加速ではブーストアップのサンシャイン神戸が健闘。ボトムスピードも全般に高い。上の伸びではハイフロータービンのシムスにアドバンテージがあるのが分かる。さてエンジン仕様違いの3台、シメント合わせて参考にしてほしい。